から重視テイホーパイニャンリミックス。こんばんは。好きな項目をどうぞ。は、私はダメだよ、制約あるもん。何またわけわかんねえこと。誰だよその制約って。はあ、そんなこと私に言わせる気。あったまいて。始めからだよ。中華な斬士リンリンリンよ。はいね。お前に聖太后陛下から直々のご命令を伝える。心して聞けよ。今すぐ東方の国日本へと渡り、殺生石と呼ばれる石のかけらを集めよ。命令だぞ。石は全部で9つ。1つは今お前の元にあるはずだ。つまり残りは8個だぞ。実はその石は我が神から日本へ渡った妖怪の慣れの果てなのだ。かの有名な白面金毛九尾の狐だぞ。もし失敗すれば日本はいずれ大きな災いに見舞われるだろう。沈没するかもしれんぞ。人ならざる身のお前なら残りの石のありかを感じ取れるだろう。簡単簡単。だが石を持つ者たちはお前と同じく特殊な力を宿している可能性が高い。一筋縄ではいかんぞ。その時はお前の得意な麻雀で相手に挑むがよい。それしかの話な。さあ日本の悪人たちの手に渡る前に石を回収し聖太后様に献上するのだ。必ずだぞ。はいね。リンリンリン、聖太后様の命により日本に向かうね。弥生、今回お前に与えられた任務はこの国の将来をも左右しかねない重要な任務だ。敵も動き出した以上、もはやこの任務に中止も変更もない。いいな。もし立ちふさがる者がいれば、たとえどんな相手でも実力で排除しろ。はい、はじゃまる様。よし、行け。凛のやつ無事日本へ入国したようだな。ほら、もう怪しい人物を見つけたみたいだよ。ほう、意外とやるな。どれ、様子を拝見するか。岬歳三じゃ。見知り置き願おうか。ねえお侍さん、ちょっと聞きたいことがあるね。ん？拙者か？拙者は侍ではない。じゃあ何ね。よく聞いてくれた。拙者は岬歳三、新新選組副隊長じゃ。それ何ね。お主な、新選組は知っとるじゃろ。実は私、大陸から渡ってきたばかりでこの国のことをよく知らないよ。そうじゃったか。ならば教えてやろう。新選組というのはな、幕末に活躍した強くてかっこいい男たちの集団での、それの新しいやつが新新選組というわけじゃ。まあな。隊長は誰ね。隊長はおらん、わし一人じゃ。あ、じゃあなんで副隊長ね。決まっとる。隊長より副隊長の方がかっこいいからじゃ。ま、おなごどもには理解できんじゃろうか。それ以前に一人なのに副隊長なのが理解できないよ。そんな言い方をするな。こう見えても拙者は都の治安を守る剣士なのじゃぞ。本当？じゃあ一緒に来て私を手伝うね。なんじゃ、なんか事件か。ついてくればわかるね。よし、よくわからんが拙者の出番というわけじゃな。怪しい人物というよりおかしい人物だな。あいつ本当に殺生石を持ってるのか。なんか港に向かってるってことは任務完了ってことかな。んなバカな。まだ麻
麻雀の間の字もやってないぞ。じゃあお楽しみはまだこれからってことだね。皆さん、しっかりお勉強しましょうね。なんじゃ、港まで来てしまったぞ。あそこにいたね。あれが都の治安を乱す輩か。偉人さんではないか。初めて見たぞ。じゃ、私がお手本を見せるね。リン殿、こんにちはね。はい、こんにちは。突然だけど、あの海の向こうには何があるね。夢と希望、そして冒険じゃなくて、私の生まれ故郷の大陸があるね。では、そこで生まれたとっても楽しい遊びは？麻雀。大正解。じゃ、麻雀で勝負よ。と、これから先はこんな感じで麻雀勝負を挑んでいくね。あ、麻雀じゃと。そうね。じゃ、早速対戦相手を探しに行くね。あ、待ってください。勝負しないんですか、私と。今のはちょっとお手本を見せただけね。麻雀しましょうよ。麻雀、麻雀。もううるさいね。そんなに言うなら勝負してあげるよ。やったわ。それじゃ、中華なちゃんし天砲パイタに変身ね。なんと。いくね。ER 数値天砲パイタ。先生の麻雀個人授業よ。はい、始めましょうね。はい、はい、はい、リーチニア。そうきましたか。はい、それ、へい、それ、はい、スモニャ。先生、許可しません。いいぞ。天井天下ゲットにゃ。バッチリにゃ。おしまいにゃ。特急ジャッシュ究極奥義。渡してもらうにゃ。覚悟するにゃ。
ませんよ。やめなさーい。それじゃ遠慮なくやらせてもらうにゃ。壊れちゃいますよ。もっと優しく。もうやめ。ね、こんなこといけません。わかりましたか？って聞いてませんね。あ、ゼンマイはダメです。ゼンマイ弱いんです。放題ですか？何するんですか？やめなさい。こんなの先生許します。そこだけは許可できません。やめ、そこはダメなんです。怒りますよ。うよよよ、大事なものまで奪われて先生泣いちゃう。やったね。まさかとは思ったけど、もう石を手に入れることができちゃったね。拙者の負けじゃ。いや、拙者の負けじゃ。どういうことね。惚れ申した。嫁に来てくれ。は？あんたバカか？そんなこと言わずに来てくれ。あーん、ダメダメ。強引すぎると女の子は逃げてしまいますわ。ここはマリー先生にお任せ。誠か？ねえ、あなたはどんな男の人が好きなの？男なんてみんなバカで頼りなくて大嫌いね。でも、リンちゃんくらい麻雀が強い人が現れたらどうかしら。もしそんな奴がいたら、ちょっと好きになるかもね。任せろ。わしがいれば天下無敵じゃ。バカ、何その気になってるの。あっは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 。やれやれ、この二人、結構お似合いかもしれませんわ。